そろそろ帝都に着く頃か。ああ。どんな町なんだろうな。死骸だらけっつってたっけ。気が重いぜ。中へ入ったら要塞を目指すぞ。要塞？ジグナタスと呼ばれる巨大な軍事施設があるんだ。クリスタルもプロンプトもそこか。攻めがいがあんじゃねえか。しかしクリスタルに死骸を駆除する力があるってのには驚きだ。そう考えている者もいるだけで、確定したとは言えないが、死骸の勢いが夜が長くなったことと関係があるとしたら、クリスタルの奪還はルシスというより世界にとって重要なことなのかもしれないな。ま、とりあえず返してもらってから。どうした？何かあったのか？さて、また非常事態か？そう考えよう。どうやって？貨物車両にレガリアがある。急げよ。分かったか。貨物車両まだ先か。おい、急げよっ。行くぞ。ああ、頼むぞ。帝都防衛機能段階4を発動。すべての出入り口を封鎖します。進め。止まんな。わかってるよ。ぶつかんなよ。わかってるって。今どこを走っている？隣か。線路の上だ。止まったら追いつかれるぜ。急げよ。急いでるよ。捕まってろ。陛下がお乗りだったんだ。そう簡単には壊れないはずだ。避けた先で当たるな。これ、レガリアなら多少の衝撃は耐えられる。運転に集中しろ。くそ、耐えろよ。急げ、閉まるぞ。ここまでか。十分。
父、ここまでありがとな。まさか丸腰で帝都に侵入するとはな。クリスタルの力で本当に死骸どもを何とかできるのか。わ、行ってみなきゃわからねえ。足止めるわけじゃねえだろ。ああ、いつ崩れてもおかしくねえか。早く抜けよう。こっち行けそうだ。おい、イグニス、グラディオ。一人になっちゃったね。だって帝都帝国最初はそれに収容性格も最低だな。しっかりだよ。クソついてくんな。どうなってんだよ。準備完了。戦えないんじゃ王様を名乗れないね。よくやったね。これはプレゼントだ。うわっ、なんだろうって、うわっ。
どうもな。ちゃんと受け取った。早速使わせてもらおうぜ。間違いなく罠の中。また罠か。大した痛みじゃないだろう。ほら動け。早くしろよ。のんびりしてないでさ。だったか。お前らどうやって来た。まずは礼だろ。ああまあ、お前とはぐれた後助けられて無条件でここに。完全に遊ばれてるぜあいつによ。それよりプロンプトを探そう。よかったね、従者たちが戻ってきたんだ。仲間がいるっていいね。幸せそうだよ。早くもう一人を助け出せるといいね。おい、壁画。怪我は？手当ての必要は？大丈夫。ノクト。ありがとう。ああねえ、ちょっとは心配してくれた？そりゃするだろう。だから来てくれたんだよね。俺もそう信じてた。プロンプト、もう一回会って、俺はもう偽物じゃない、安心してって言うまで死ねないって。悪かった。大丈夫、気にしてないよ。ノクト、音がする。音？お前の武器が使えなくなる直前、列車でも同じ音が聞こえた。近くに何かあるはずだ。武器が取り戻せるかもしれない。近いぞ。これか。
音はこの先からだ。進めないのか。開くよ。魔導兵さん、同じのあったろ。俺のとかもな。よく見てねえけど。ごめん。俺ニフルハイム人なんだ。でもさすがにここで生まれたなんて。だけどみんなを仲間だって友人だって信じてきたから、この先もずっとみんなと一緒に。別に生まれなんてどこでもいいし。これから俺たちを裏切ると言われる方が信じられない。ありがとう。ただ過去は変わらない。一生ついて回れ。ま、そういうのお前が一番気にしてねえけどな。え？元から俺のことを王子扱いもしねえし。まあ確かに王子相手には見えないな。分かったら行くぞ、ルシスの一般市民。その方がいいんだろ。不満がないなら行こう。成功。動作は停止したようだな。ノクト、力は戻ったか。おい、試してみろ。分かった。しゅ、おお、戻ってきたな。一安心だ。行くぞ。したんだね。まあな、武器取られるわ。仲間は誰もいなくなるわ。一人でも戦えんのがいねえとクリスタルも探せねえし、お前ら守ったり助けたりもできねえだろ。晴れてようやく王様か。長かったな。その意味は重いとは思うが、ノクトならやれるはずだ。まあ武器は取り戻したからな。お前らもちゃんと戦えよ。格納庫か、広いな。中央のエレベーターに出られるか。搬入口から行けそうだ。
やあ王様、クリスタルはもうすぐだね。ここまで来られたご褒美、再会を喜んで。これ見覚えくらいはあるでしょ。人を死骸化させると、おい気をつけろ。
な。少しも減ってないよ。ノクト、一人で先に行け。はあ、クリスタルの力が得られる。この状況を何とか解けるかもしれない。今のままでは全員ここで死ぬ。確かにクリスタルに頼るしかねえか。って言ったって。待つ、俺たちで何とか踏ん張れ。一人ならクリスタルにたどり着けない。閉鎖されました。死ぬなよ。友達、まだ生きてるかな。死んだ人たち、どんな思いだったろうね。彼らの最後の言葉、思い出せる？すぐ戻る。絶対。ああ、なっか。本当にあんだろうな。みんなが王様に期待してんだからな。お疲れ様、ノクト。違うな、やっぱり触れるんだ。それはそれは大昔の話。特効薬のない流行り病が蔓延した。元凶は寄生虫だって。その病に侵された者は化け物とみなされ殺された。当時ルシスに一人の男がいた。自分の体に病を吸い取り、一人で病人たちを救っていた男が、まだクリスタルに選ばれていなかった王は、その人々を救える唯一の男を殺してしまった。化け物呼ばわりしてな。俺の名前さ、あれ本名だけど正式名じゃなかったんだよね。アーデン・ルシス・チェラム、正式名。ああ、イズニアは誰のせいだったか。ノクト、人間のお前を殺しても意味がないのかな。クリスタルの力を得て真の王になってくれ。クリスタルごと、その力ごと王を葬り去るのだ。
俺の望みなんだ。早く帰ってくれ。みんなと遊んで待ってるから。力を求めよ。選ばれし王ノクティス、聖石の力を蓄え真の王の力を得よ。それが我剣神バハムートの啓示。
お前が玉座で命を捧ぐほか、この力を解放する術はない。お前の命と引き換えに力を解き放てば全てが終わる。偽りの王は闇と共に滅び、世界には夜明けがもたらされよう。人として生きる喜びを捨て、王の使命を全うするのだ。さあ、力を求めよ。真の王の力を。ヘッドで